こんにちは。今日はですね、非常に強力な体の、活性法、血液循環を良くして免疫力を上げて、そして体を元気にする方法、簡単にできる方法をね、お伝えしてみようと思うんですけれども、これは、この私のがんを消した驚異の野菜ジュースという本、前本を紹介したことがあるんですけども、その方がね、肺がんの3期と言われて、それからね、いろんな薬一切使わずに食事療法とかいろんな健康法をしたわけです。そうしたら6ヶ月で回復して元気になって、そして9ヶ月後に測ってみたらもうがんが消えてたというね、そういう方、この先生がいらっしゃるんですけども、その中でそのがんに対して克服する過程でね、毎日していたことっていうのがあるんですね。これいくつかあるんですけれども、そのうちの一つですね。これはもちろん健康な人がしても非常に体をね、より活性化しますし、非常に素晴らしい健康法だと思います。で、されている方もいると思うんですけれども、お伝えしてみますと、これは冷温浴ですね。冷温浴で、お風呂に入って外に、水風呂に入ってっていうやり方もあるんですけど、これもっと簡単にできる方法があって、それはシャワーを使うという方法ですね。だいたい家庭でね、シャワーついてると思うんですね。だからそのシャワーが、ある方はもう簡単にできますので、ぜひやっていただきたいんですけれども、これによって血液循環が非常に改善して免疫力が高まって、そして治癒力、その自然治癒力が、本当に、ついてくる。で、風邪の予防、新陳代謝をより促進してくれる。で、老化を予防してくれるという、非常にね、素晴らしい健康法だと思うんですけども、じゃあどうするかっていうと、お風呂に入って上がりますよね。出て、体洗ったりすることはされていいんですけども、その後にでもいいですし、普段通り体を洗って、次にですね、できるだけ熱いお湯をかける。そして洗い流すんですね。で、それは一応ここの説明によると、3分間熱いを浴びてくださいと。そしてその後、すぐに冷水に変えて30秒、浴びる。で、浴びる前にね、ちょっと気合い入れないと、すごい寒くなりますので、で、それが冷水が難しい方はちょっとぬるめの水でもいいと思うんですね。初め慣らす意味でね。だからいきなりこう、真水にしちゃうと、冷たい水にしちゃうとかなり体がびっくりするので、3分間熱い湯を浴びて、30秒冷水に今度切り替える。で、その時にちょっとね、浴びる前に深呼吸をして、ゆっくりと空気を吐き出すっていうことをしてください。で、それ30秒浴びたら、今度またですね、熱いお湯ですね、熱いお湯に切り替えて、これも30秒でいいと思うんですけど、30秒あるいは3分でもいいと思います。そしてまた30秒だけ冷水で、熱い湯を浴びる30�秒、または、3分、そして、冷たい水を30秒ということで3回繰り返すんですね。熱いお湯、冷たい水、熱いお湯、冷たい水、熱いお湯、冷たい水、これを繰り返す。3回繰り返して、最後に冷水を浴びるっていうことですよね。それで体をよく拭いて服を着てくださいということですね。で、特にちょっと体に負担ある方、心臓に負担あるとか、高齢者の方は冬とても寒い時は、3分間熱いお湯を浴びた後、まずは温水を使って慣らして、そして体がね、何日かして馴染んできたら徐々に冷たくしていく、冷水に変えていくっていう方が体の負担がなくていいということなので、無理をしないようにね。基本的に心臓病の方はちょっとやっぱり避ける方がいいということですので、無理せず、体調を見ながら、それは自己責任でやっていただきたいんですけれども、で、これやるとですね、非常に体が温まるんですね。冷たい水浴びると寒くなるんじゃないかって思うんですけど、実際やっていただくと体が逆に、温まります。なぜかっていうと、体が冷たいっていう反応ありますので、それに対して一気にね、体を防御するというか、温めようとする力が出てくるんですね。だから体の中からの力を引き出して、そして、体を強くするっていうね、やり方ですよね。よく乾布摩擦ってありますよね。あれも同じような効果があると思うんですけれども、それをお風呂でする場合、シャワーの温冷浴っ
ていうのはですね、非常にいいです。でこれ毎日やっていくと、寒さに慣れてくる。で寒さが、へっちゃらになるんですね。僕もこれ、最近ずっとやってるんですけども、非常に体がね、温まるというか、寒さに強くなるっていうのは確かに、ね、実感しています。ですからまあ冬場からやるのはちょっと辛いんですけど、できたらこれ夏場からね、取り組んで、まあ、春とか夏場ぐらいから取り組んでいくと非常にいいんじゃないかなと思いますので、簡単にできる、体の活性法ですので、ぜひこれはやってみてください。以上になります。今日はどうもありがとうございます。